はい、えー、こんにちは、えー。それではですね、えー、まあ、激動の一週間が終わったわけですけれども、まあ、先週に引き続きという形で、まあ、乱高下ですね、えー、非常に大きいボラティティで、えー、毎日ですね、推移する相場、あ僕もね、ここまでのは経験したことないなということで、またコロナの時とはですね、えー、違ったインパクトがあったなとこういうふうに感じています。 で、今、日経225をですね、出していますけれども、まあ、直近でですね、下、いいところまで落とせたなと思います。3万1500あたりですね、これのところまで一旦落として、で、フィボナッチで見ていきますと、だいたい38.2というところですね。まあ、半値戻しのところぐらいまではですね、このまま戻っていけるといいな、なんていうふうには思っています。というのも、このね、半値戻しのラインっていうのは、 まあ3万7千円ぐらいのラインですけども、もともとですね、レジサポとして、この赤いラインですね、意識をされていたラインで、ここ終わったら下だなというふうにまあ見ていたわけなんですけども、思った以上にすごい下に行ったわけですが、ったのはですね、この3万7000の回復っていうところがですね、今月行われるかどうかっていうところを見ていくフェーズかなと思います。 で下のラインとしましては33,800のラインですね。えーまあ、5日の、ね、暴落時にはストンと、ねえー、抜けてしまいましたけれども、やはりこのラインというのはある程度で選、ね、識されるんじゃないかなというふうに思いますね。えー、去年のところで長く持ち合った、えー、ラインになりますので、えー、まずは落としたとしても、ね、33,800までということで、ここでしっかりと足固めというのが、まあ、もう1回です、ねえー、来る可能性というのは警戒をしておく必要というのがあると思います。 まあただ、ボラティティもですね、えー、この月曜からするとだんだんボラティティがね、小さくなってきているっていうところは、えー、少しですね、安心してトレードできるのかなという感じですね。 それからドル円のところですね、ドル円が146円50銭のあたりですね、これはもともと結構ですね、サポートとして機能していたラインではありますけども、そこを抜けてからですね、この辺の今、価格帯でですね、少し揉み合っている段階で、またですね、トレンドとしては下方向になりますので、予断を許さない状況ではあると思うんですけども、おこちらもボラティリティは少しずつですね、小さくはなってきているので、まあ、株もですね、この辺のところに連動しているのかなと思っております。 まあただ、来週はです、ねえー、いろいろな資料発表またありまして、例えば13日火曜日に関しては PPI ですね、アメリカの PPI、生産物価者指数ですね、えー、それからあ14日あ水曜日に関しては CPI の発表ですね、それから15日は小売売上高、あまあ、いろいろですね、えーその今だ 経済の仕様、ね、としては、景気後退がですね、まあ、疑われているわけなので、まあ、こういった指っというのがですね、予、え、想、ー、よりも悪いということになると、またですね、えー、大きなバラディティを持って、ですね、えー、円高が進んだりということもあると思いますので、まあ、引き続きです、ねえー、警戒感を高めて、ですね、えー、相場、向き合う必要があるかなと思っております。 はい。そんな中でなんですけれども、まあ今日はですね、えー、日本製鉄5401ですね、えー、見ていきたいと思います。で、えー、まずですね、今、え、朝、ー、発表しておりまして、えーまあ、この内容というところですね、えー、見ていきますけれども、 はいまあ、コンセンサスをです、ね、大きく上回るような第1クォーターの決、ね、算となっております。まあ、今期ですね現役の予想で来ているわけなんですけども、まあ、その割にはですね非常に地球の進捗いいんじゃないかなというふうに思います。 決算説明資料にはですね、相変わらず、世界の鉄鋼需要は未曽有の厳しい状況が継続と、これずーっと書かれていますけれども、まあ、非常に厳しい状況ですよと、まあ、そんな中でもですね、この実力ベース連結事業利益は情報修正を行いまして、まあ、プラス300億のですね、情報修正を今回していますよということで、まあ、頑張っていますということがですね、書かれております。 まあ僕がちょっと日鉄に関してですね、今このタイミングでいいなというふうに思う理由としてはですね、やっぱりこの為替で結構今動いているところが大きいと思っていて、今回ですね、高決算を出しているところでも、それが為替でもかりましたっていう会社は全く評価されてないという印象が結構強いんですけれども、日鉄に関してはですね、この為替の影響はあまりないということが、 計算説明資料にも書かれていますので、まあ、そういった意味で、えー、今ね、えー、このオーバーティティ高い相場の中で、まあ、為替の影響をあまり受けない会社ということで、攻めやすいんじゃないかなという、そういった印象を持っています。まあ、当然ですね、高配当銘柄ということで、今ですね、金曜日の終わりの時点でも配当利回り5%を超えていますので、まあ、そういった意味でもですね、この3000円近辺のところの価格帯っていうのは、まあ、仕込んでおいてもいいんじゃないかなというふうに思います。 で、まあ、これもですね、以前から書いてあるページではありますけども、来年度のところでですね、業績の復活っていうのを見込んでいるというようなことで、まあ、1億トン、1兆円ビジョンへということでですね、まあ、US スチールの買収に関してはまだ先になりそうですけれども、えー、まあ、来期の展望としましてはですね、また増収増益のところに戻っていけるような、そういった流れは書かれていますので、まあ、そういった期待も込めてですね、今年度からポジションを入れていくっていうのはありかなと思います。 はいでちょっと需給面ですね、えー、見ていきたいと思いますけれども、まあ、信用改ざん、ある程ですね、かなり多いかなと思います、1120万株ですね。ただ、今回の暴落のところで、期、え、間、ーまあの買い戻しとかもこう入っておりますけれども、えーまあ、数社のですね期間の空売り、まあ、監視下にあるということは、ですねちょっとノイズにはなりそうだとは思いながらも、まあ、一旦ですねこの融資産のところもだいぶ減ってきていますし、回転日数に関してもですね短くなっているということもありますので、 だいぶですね信用買いのところも少しずつ解消はしていくんじゃないかなというふうには思っております、まあ、ただ、需給がいいというほどでもないので、まあ、そういったところでトレードっていう観点からいくとですねそんなにやりやすいという感じはしないんですけども、まあ、いつも言っているように投資とトレードは違うということですねだから投資目線で今この水準から買っていくのは決して、まあ、悪くはないんじゃないかなというところですはいということで今日はですね日鉄チャートをです、ね、見ていきたいと思っていますけど はいえー、付き足から見ていきたいと思います。 はい。月足ですね。2020年のところを大底にして、綺麗な上昇トレンドを描いているというところですね。で、今、調整局面に入っていますね。もうこの半年全部陰性というような形ですけれども、最後のクライマックス、これできたんじゃないかなという感じで、えー、今月足、まあ、まだですね、半月以上残っているわけですけども、下冷えが長くですね、えー、なっているというような形なので、まあ、ここから反転上昇という動きっていうのが出たとしてもですね、全然おかしくないというところですね。で、ラインとしましては、 まあ今のところでいきますと、3100円ぐらいのラインですね、まあ綺麗に揃ってるわけではないですけども、えー、この辺のラインというところがレジサポになっていまして、今のね、えー、引けの状況で見ると、3169で引けていますので、まあ、ラインよりもですね上のところで引けているっていうところで、まあ、一つ安心感ということですね、まあ、このライン割ってくるようだと、ちょっと苦しいなというふうに思っていたんですけれども、まあ、ここをしっかりと巻き返しているということで、えー、まあここはですね、えー、反発、しっかりと安いところは買われているということですね。 それから、週足で見ていきますけれども、はい。 えーまあ、一番下のところがもうこれで確定でいいかなというふうに思っています、もう2800円のところですね、要はポジションを超えるから取っていく場合は、2800が一番下という感覚で、まあ、持っていくとですね、えー、いいのかなと思いますね、やられても2800まで,で、えー、一応3000のところですね、この出来高止まりもありますので、まあ、3000も結構固めということなので、ま,あ、またですね5日のようなショックが起きない限りは、あまあ、3000割るっていうのは結構難しいんじゃないかな、逆にですね、難しいんじゃないかなと思います。 はいでえーまあ、なるべく早くですね、えーまあ、この金曜日には抜けなかったこの3200円ぐらいのラインですね、この黄色いライン。まあ、週足で見てもかなりですね、えーまあ、この突破する前もですね、1回、2回、3回ぐらいですかね、えー、跳ね返されていますし、抜けた後も1回、2回、3回、4回ぐらいですね、この3200円のラインではサポートとして機能していますので、 まあ今、ここを抜けるというふうになれば、ですね、一気にポジションをですね、上まで持っていける可能性、大体具体的に言うと3500円ぐらいまでですね、持っていける可能性っていうのは十分にあるかなと思っていますので、今のところからですね、仕込んでおいて、下げたら買う、下げたら買うみたいな感じでえまあ対応をしていくのが一番いいのかなと思っています。はい。 でえー、と冷やしですね、見ていきますけども、まあ、冷やしもそんな変わらないですが、今ですね、やっぱり下落のトレンドの進行中であるのは間違いないと思うんですけども、さすがにこの院線に関しては、オーバーキルした感じがありますので、まあ、上でですね、本来持ちたかった、持っていたかった人たちも、だいぶ切らされたような感じにも見えるわけですね。そうなると、ここで株主の新事態者が行われたことで、まあ、今までですね、ちょっとのらりくらりとしていたところっていうのが、一気にですね、はけて、もう売りたい人っていうのが全部売った後でですね、 またあこの位置まで戻ってきているわけですから、ここからですね、えー、綺麗な上昇っていうのを見せてくれれば、また信用改ざんもそんなに増やすことなく上っていけるんじゃないかななんていう期待は、一、え、応、ー、持っているというような感じです。で今年のですの、ねえー、僕ので NISA、ね、枠なんですけれども、もうこのタイミングでですねこの成長当初枠。 ほぼ全部使い切りました。えー、今回のですね、ー日鉄ですね、これでほぼ全部使ってという感じで、もう今年はこれでいいかなと、この成長枠に対関してはですね、いいかなと思っています。ということで、えー、今日はですね、日鉄見ていきましたあ。参考になったと思っていただけたら、高評価ボタン、それからチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。